さあ続きをやっていきましょう。デカールを貼るのだよ。この一体30のこの黒いのは一体何なんだって感じだな。これ何でしょう。これをジョン、こいつをここに貼るよと。アップ、ああまた変なボタンを押してしまった。そう、ちゃんとね、ホコリを取っておかないとね、傷がつかないようにこうやってね台に置いてみたいな。でセッター、おりゃーとよーく振ってね、この奥にとごったやつを。結果的にとごったって方便なのか方言なのか何なのかわからんな。方言の中でも割といろんなところで使われている方言なのかな。よし、でこれをここにね、もう案内のなんか四角いなんかがあるんで四角いなんかってなんだ、パーティングラインみたいなのがついてるからね、そこにこれをきれいに剥がしての、ここにペッタンペッタンとこう表からも確認して、この辺でいいだろう。で綿棒、綿棒、綿棒を濡らしてちょっとこうコロコロと拭き取って、とりゃーじゃん、こんな感じ。コロコロ絞る。少しこういうね、まあ、いつも言うこと一緒なんだけど、こう湿った状態でコロコロをこうやってかけてやると、綿棒でねこう吸い取ってやると、でこう乾いたところでこの周りの糊を取ってあげると、あとで糊を取るのが、糊の跡みたいなのがね取るのが楽になりますよと。はい、続き、まあ残らなかったり残ったりみたいな、どっち。25番、これも貼るよと。よいしょっと、よっこいしょと。また水にジョボンと、カメラに映ってない、こうやってボンとね、こうやってね、これは今度はこっちにもあるからね、まずはこっちから。うん、やべえ、なんか超汗臭いな。まあちょっとでお風呂だし我慢しよう。もう汗がすごいの。これはどうもこの真ん中あたりにつけるっぽいんで、これをこの辺、大体真ん中らへんにクイックイックイッと飲むか。でまた綿棒でヒッと。まだ濡れている間にちょっとこうね、ちゃんと真ん中にこう寄せてあげてね、クリッと、いいかな、でちょっとこう乾いた方でこの周りをちょっと拭き取ってあげて、こんな感じ。
らしいね。いいね。でこれせっかく磨いたからね、あの傷がつかないようにね気をつけてあげてね、ホコリを取って、まあ、特にこっちの貼る側のホコリをしっかり取って、これもありたいところにちょんと乗せてセッターを塗って、まあ、今回はソフターなしでいいかな、ボコボコしてないしね。でこれもちょんとだいたい真ん中らへんにね、ここにボッチがついてるから真ん中が狙いやすいですよと、こんなとこでしょうか。でこれもおおと濡れてるのはこっちだ。そう、湿らせておいてやらないとデカール糊がね、デカールを運んでいっちゃうんだよね。で、ティ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 ッと、すると、じゃん。まあいいんじゃない。よし、デカール終了と。で。今度はデカールが終了したので少し画面をアップにしまして、よいしょ、前回の続きのこれね、これを塗るよ。ちょっとこれ少しでも乾かしておいてあげよう。もうね、結構このぐらいのちょっとのデカールであればあんまりこいつに影響されないからね、あのデカールが剥がれちゃったとかずれちゃったみたいなことはまあないけど、ないと思うけどね、まあ、僕はこのままやっちゃいましょうかと思います。でまあこんな感じでね、まあ、先にこれよく振ってね、中に攪拌ボールも入ってるから、前回のパーツね、磨いたパーツをこいつにこう塗っといてあげる。磨くというよりこれは塗る方だけだから。セラミックコンパウンドって結局コンパウンドだから細かな傷がついちゃうんだよね。だけどこれを塗るとその細かな傷が消えるよと。要は細かな傷とはどんな感じかなと思われる方が多いと思うんですけれど、その細かい傷っていうのはもう本当になんだろう、白くね曇るぐらいの細かい傷、もうなんか傷だと思えるような傷ほどの傷は取れない。セラミックコンパウンドでついた傷っていうのが取れるぐらいかな。そう、傷のね目的に合わせてねちゃんと使ってってあげないとスラッジが残ったりだとかそういうのがあるので気をつけましょう。こうやって塗り込んで、ああ手にワックスだらけだ、手洗ってこなきゃ。でこんな感じでね、まあ、こうやって塗り込んで、まあどうでもいいね、こうやってもう適当にこうやってワックス塗り込むだけだからさ、こうやって。あ、ちょっと滑った。こうやって塗り込んでね、ゴシゴシと。よし。これもゴシゴシと。ゴシゴシと。んで、最初に塗ったこいつね。これもこうね、全体的に足りない、伸ばしてあげる、塗り込んでね、上げてね、少しでも乾燥させるために先に表側から攻めていこう。本当は心配な場合は一晩寝かせてあげるといいよ。大きいデカールとかだと2日は寝かした方がいいらしいよ。これは研いでるわけじゃないからね。さっきの裏面、
もこうやってね、動かないでしょ、ほら、ね、動かずに塗れますよと。これは塗ってるだけだからまた拭き取らないといけないからね。こんな感じで、でこいつを閉めて、今度こいつのねまだ使われてない部分のところでこうこうやって拭き取ってあげるといい。なんか拭き取り用に1個出した方がいいような気もするんだけどね。まあでもこうやってるだけで随分きれいに拭き取れるからさ、こうやってキラーン、超綺麗になる。こんな感じで、前回さ、あの話してた時間、まあ結構ね僕寝てないよみたいな感じなんだけど、あれなんだよね、要はさ時間ってみんな平等だから、寝る時間を削ってるんだよね。リスキーな感じはするんだけど、なんだろう、1日24時間あるうちの睡眠時間がどのぐらいっていうと、みんなが例えばね10時とか早い人、まあ、12時には寝ますよ。で僕はそこからまあ 2,3 時間起きてますよと。それね、ただひたすらなんかなんだろう、美化した言い方なだけなんだけど、みんなよりも3時間僕は多く生きてるよという感じ。だけど体を壊したりとかして結局ね、日曜日とかもさ、あえてね寝て過ごしたりだとかさ、まあでも結局は時間なんて自分のどういうふうに使うかなんて自由だしみたいな。まあ、それによって僕もバランスがこう、なんだろう、精神的なバランスが取れてるわけだからいいと思う、いいと思う、まあいいと思ってやってる僕はね。本当はでもそう、今言ったみたいに体をそれで壊したりすると良くないし、なんていうのかな、まあ本当ただ調子のいいこと言っとるだけだけどね。ちょっとこれはでかいな、うまく取れないな、なんか。まあだから寝ないことがいいとかそういうわけじゃなくて、まあそんな感じで僕は時間を使ってね、できるだけ自分の時間が欲しいから、うんって感じかな。でもいいんだよ、別にだってさ、寝るのが好きな人だっているわけだからさ、うん、別にその全然否定なんかしないし、逆に健康体でいいと思うよ。分かっちゃえるけど僕起きちゃうんだよね。これはすごく綺麗になった。このエッジとかね、吹きこぼしがすごくあるからね、これ後からでも吹けるけどね、まあでもあんまりそのまま放置しておくのも良くないんじゃないかなっていう気がするから、しっかりできるだけしっかり拭いておいてあげた方がいいと思うね。デカールずれてないでしょ、いい感じでしょ。こんな感じで綺麗に拭いてあげましょう。まあね、ガラクを塗るような感じだよね、気分的には。なった、キラーン、いいね、透明感が出た。よし、という感じです。でまたこういうね袋はね適当にしまっておくと、こいつ自体にあの汚れやらなんやら、なんかその傷の原因になるようなものとかがねついちゃ困るから、こうやって、でこれはこれ用ですよっていう感じで保管しておくといいですよ。ちなみにこの袋は100均で売ってますよ。パチン、オッケー、終了。でこいつはもうこのままできれば他のパーツと一緒にしちゃうと傷がついたりしちゃうといけないんで、さあんまり触らないようなところに保管しておくのがいいと思います。ということでちょっと置いてくる。よし、では次
辺を組み立てていってあげないといけない。でね、どうしようかな。今回ね、ちょっとね、変わったものをね使おうと、新しい道具というか新しいものというか、あ、これ引いといた方がいいな、買ってきたんだよ。時間はまだちょっとあるね。やっちゃおっか。はい、どん、はい、どん。まあこれを途中までやったらまあ終わりかな。そうだね。あのね、ちょっと手洗いたいで一回止めます。はい、手洗ってきました。で、今回ね、変わったものを見つけたんで、まあ、つい最近ちょっと販売が、まあつい最近ってわけでもないか、結構ちょっと前に販売されたね、こちら、じゃじゃーん、超極細両面テープ強粘着タイプってやつだね。まあここに仮止めから超極小パーツの固定など使い方は無限と書いてあるんでね、まあ、どんなもんかと。でこれ厚みが 0.5、1.0、1.5 とあるんで、まあ今回 0.5 でいこうかなと。まあこれがうまくつけれるかどうかっていうのも分かんないんだけどね、今初めてやるから、まあこれもね、皆さんの参考になれば幸いかと。いつもだとこうボンドを使ってさ、この中にこうやって入れるんだけど、両面テープで入れたらどやと。どうもこれはこの向きからこういう風に入れる。おっと大変、ここにデカールがあるじゃん。なんてこった。うわ、こっちにもデカールがある。うわー、なんてこった、ワックス塗っちまった。まあいっか、ワックス塗ってからでもまあいいと思うんだけどね。なんだよ、ちょっと動画の調子が狂っちゃうな。ああ、ふうふう、まあしょうがない。これを使うレビューがしたかったのに。しょうがない、今回はデカールを貼るだけで終わってしまう。いいね、ちょっと次回にじらすみたいな感じだね。じらしていくぜ。ということで今回デカール貼るだけの動画だぜ。まあワックスを今のね、あのコーティングポリマーを貼っても、あの大丈夫なのかという検証動画にもなってしまったね。これ全部25貼るんだ。へえ、アップにしよっか。こんなもんで、なんだよ、なんだよ、ちゃんと説明書見ろよ、鍋さん。させん。これをまた水の中にドボンとつけておいて、4枚同時にやってやるわ。向きを間違えないようにしないといけないな。意外と向きを間違えやすいんで、ちゃんと向きを合わせておこう。こう見た時のこう向き、この向きにつけるよ、この向きにつけるよ、こうした時にこうするからこの向きにつけるよということは、反対もこういう向きですよと。でこれどうだろうか、うまいこと、これはこっちからはめるんだね。へえ、ちょっと仮止めだけ、あれこれもしかしてさ、両面テープいらなくてこれパッチンじゃねえの。わ、パッチンだこれ。さっきのどの道両面テープ使い道ねえや。なんてこったなんてこった。だけどヘッドライトで使えるもんね。使えるもんねってなんだ。これでも流し込みの方がいいと思う。両面テープでわざわざつけるよりこっちの方が楽でいいな。なんかちょっと調子狂っちゃうな。まあいいや、ちょっとこうやって当てがって、この上に貼るのね。あ、いかんか、ちょっと水つけすぎちゃう。なんでちょっと調子狂っちゃった。まあでも両面テープ使ってみるか。
どうしようかな。両面テープはヘッドライトの時にするか。なんかこれ流し込みでこうつけた方が良さそうな気がするんだよね。ああ浮いてきた浮いてきた。ちょっとちょっとちょっと。こう見て内側のここにちょんちょんちょんとやって、やばいやばい、どんどん浮いてきて、ここにペトンとこうやって、あ、今綿棒綿棒綿棒で吸い取る。シュッとで、まだ濡れてる間にちょっとこう位置を決める。で、この状態で剥がす。で、この状態で綺麗につける。そして余計についたところをこうやって取る。ゴシゴシとゴシゴシ落とす余計な部分の跡。でもこれ濡れたところでこうやって取った方が楽かな。濡らして拭き取っての繰り返しをしていくと余計なデカールの糊分が取れるよと。で、今度反対側、こっち側もこうやってあてがってみて、やばいやばい、急げ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 、ここにちょんちょんとやって、これをここにね、ペタッとペタッと、やべえ、なんかついた、おい、あ、取れた。なんかあれだな、なんかちょっとこのピンセットになんか粘着がついてんのかな。こんな感じでやって位置を決めて、ここで少しこうピタッとくっつけてやる。置いてちょっと向きを合わせて合わせて合わせて上げて、で、余計な部分をこうやって取ってやって、よいしょ、 OK、 次どんどん行こう。でこれはなんかこっちからはめるみたいになってたけど、なんかうまくはまんないけど、どうなんだろうか、こうでいいのか。ここにこうパチンとつくんだな。位置をつけずにある程度形をつけておいてから、今度ここにあ、糊をちょんとやっておいて、こんな感じだね。で、ギュッとやって、なんかセラミック、コーティングポリバーの後でもまあ大丈夫そうだね。よし、OK。こういうフェラーリのロゴが入ってくるとなんかもうそれっぽくなってきていいね。かっこいい。キュッと余分なのを拭き取ってあげて、で、初期できた。ほら、いい時間になっちゃった。どうしようか、まあ今回そのだけどね、
これエッジを少し落とさないと多分うまくはまんないんじゃないのかな。ついでにこのままやってってみますか。ここはね流し込みの方が良さそう。さっきのやつを無理に使って失敗こいたりとかするぐらいだったら素直にやっておいた方がいいような気がする。ここにこうこうとこう上からはめてだね。今の感じだと上からはめて下にこうやってやる。でこことここに流し込みを入れてあげればいいような気がするんだけど、でもやっぱり流し込んじゃうと多分この色が落ちちゃうんだよね。デコプリンセスを使いたいところなんだけど、そう最近の思ったデコプリンセスがはみ出ちゃうっていうのがあったりするから、っていうことはここにこうさっきのシールを貼ってあげた方がいいんじゃないかな。下だけ貼れば上は引っかかってるから、あカメラ映ってない、そう下だけ貼ってあげれば上は貼る必要ないと思うから、これ貼ってみようか。せっかくなんでね、まだもうちょっと時間ちょっとオーバーしたらすいませんね。まあつったって別にただ自分で勝手に30分で決めてるだけなんだけどね。そうこれまた柔らかいんだわ、初めて開けた。うわよっこいしょ、こんなもんに入ってる。でこれをああこんな風になってるのね。ちょうどいい長さで切るよと。ハサミこの辺ぐらいかな。こんな感じか。こっちとこっちと分けた方がいいな。ちょっとだけまず切るのと、えい。でピンセット、あのねピンセットね買い替えたんじゃないけど新しいの買ったんだ。ピンセット、そのピンセットがどこに行っちゃった。買ったんだよピンセット、ついに。まあいいか悪いかは使っていくうちにって感じはしちゃうんだけど、こういうさウェーブから出してる4本セットのピンセット、これいくらか知ってる？めっちゃ安いんだよこれ。これで1200円、4本入って1200円だからね。こう4本というか4種類、そうしかも先端がねトッキトキ、そうだからだ、あんまり力の入るような作業をしちゃうと多分先端が曲がっちゃうと思うんだよね。すごい時々そうだから、こういった細かい作業を力のいらないやるときには便利なんじゃないかなと。で1200円だもんで1本単価がさ、なんかほこりがついたりし、1本単価がさ安いじゃん、安いじゃん、三河弁じゃん、安いからまあいいんじゃないかなと思ってね。なべさん給料出たから何買うの？ピンセットって感じだったね、うん、違うこれさ両面テープだから両面にこのなんかついてんだ、あのこのねこの両面、うわこれにいや両面テープだから両面にこの保護シートみたいなさ、なんていうのかな、あ片方取れた。これを剥がしてあげて、で今こっち側を、あこのピンセット買っといてよかった。ここにこんな感じでこう置いてちょん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 とこうやってあげる。でもこれヘッドライトでさ活躍するんじゃないのかなとか思ってね、この両面テープ。デコプリンセスやってもさ内側に流れ込んじゃうしかはみ出ちゃう時あったりするから、まあいつもだとあれ失敗した時には剥がしてねやるんだけどさ、拭き取ってもう一回みたいな。もう最近慣れてそんな失敗もしなくなったんだけど、これでやればさもう絶対的に大丈夫だよなと思って、ずっと気になってた。あれこれって薄紙がめくれたんじゃねえのこれ。うんそうだ、あれなんか薄紙ばっかめくれる。えどうなってんのこれ。
べえ、無事。いや、なんで、ちょ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 、あ、ダメだこれ、ちょっともう一回やり直そう、気に入らない、もう一回やり直そう。このピンセットいいわ。ここを切、まあちょっといいよ、本当に切って、あれ、あ、ここについてる、ここにカメラピンと合ってねえよっていう、これ使い方難しいな。これをここでこんな感じで貼ってあげて、ちょん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 と、で今度長い方、もうちょっと長い方がいいな。まあそんなに長さはめちゃくちゃいるかって言えば、いらないような気がするんだけど。ああ、うん、裏保護フィルムついてない、多分一番最初だったもんでついてたのか。でこれを、これも今度ここね、ここはパーツが入るか、ここね、パーツが入るから、あれどっち、向きが分かんねえ、こっちか、これのここにここをペタッと、あ、ダメだ、やりづらい、もう剥がしちゃおう。こんな感じでピッと、でこれをここに、へいっと貼っておいて、ちょんちょんちょんと、でこれも、いや、ちょいちょい、結構強力だなこれ。カメラ映ってるかな、今こっちに集中しちゃって、あ、ギリ映ってた、よかった、ギリってことがね、普通に映ってたから、でこうちょん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 とこう密着させてあげて、でこのガラスをはめてみる、あ、こっちじゃない、こっち、あ、これをこっちから、あ、違う、こっちじゃない、これだ、これをもうちょっと画面離そうか、こっから入れてみて、ここをペタンと、ほら、ああ、結構いいよ、結構いい、で傷をつけたくないので爪楊枝で押すか、ここの今密着させたいところね、こうやってグイグイと押してあげて、古い言い方ってさ、押してあげてっていうところさ、おっつ、お、いい、噛んだ、おっつけてあげてみたいなさ、こと言うよね、おっつける、江戸っ子か、うん、おっつける、ほら、結構ね、結構いい、あ、結構強力だなこれ、いいなこれ、いいね、いいよ、すごくいい、よし、 OK、できたよ、これおすすめだわ、これいい、これ良いよ、よろしいよこれ、うん、全然結構丈夫、へえ、いいね、うん、いい、これいい、これおすすめだわ、ということで、まあかなりいい時間になってしまったので今日はこの辺にしようかなと思いますね、いいでしょ、よし、ということで、まあちょっとすごい時間かかっちゃったんで、まあ他のはもう撮影外でやっておきます。よし、ということで、では一旦カメラを止めさせてもらいます。